四川の戦いは、文読、慶長の役における、合戦の一つ。日本の慶長三年、明の万暦二十六年九月、朝鮮半島の四川で、島津義弘が率いる島津軍二戦が、明の武将、東和元の率いる十万の名、朝鮮連合軍と戦って撃退した戦いである。絶望的な戦力差があったにもかかわらず、 劣勢な島津軍が勝利した伝説的な戦いとして知られているが、民軍の数及び死者数については資料ごとにかなりの差がある。慶長3年、万歴26年9月末から10月初めにかけて、民と朝鮮の連合軍は、西から順天山和城、四川山和城、うるさん山和城に対して同時攻勢をかけた。 この構成は三祖寺の陸軍と一路の水軍が攻撃し、朝鮮半島の南海岸に散在していた日本軍を一挙に壊滅させ、戦争を終結するという四祖寺兵進作によるものだった。この内総兵の東和元が率いる名、朝鮮連合軍が四川山和城に攻め寄せた。四川は日本軍の削減地であった富山と日本軍最左翼の順天山と築き、 南大和城の中間に位置するため、ここを落とされると西方にいる軍との連絡が分断される可能性があった。この視線に駐屯していたのは、吉弘とこの忠常率いる島津軍一万のみであった。総軍や立花軍が援軍を申し入れるが吉弘は、それを断り、島津家の軍勢だけで、明、朝鮮の大軍を迎え撃つこととなった。視線古城の城壁、明、 朝鮮連合軍の大軍の動きを察知した吉弘は、配下に守備させていた四川古城、英春、今陽、望む進むの将兵に吉弘のいる四川新城に集結するよう命じた。このうち四川古城に配置されていた将兵は撤収することが遅れたため、明、朝鮮連合軍に包囲された。四川古城は、川上忠臣を首相とし、およそ1万国の食料を置いていたが、 兵力はわずか数百に過ぎなかった。慶長3年9月27日、民軍は、四千古城を強襲、川上忠実は少数ながら頑強に抵抗し、城から出撃すると、民衆遊撃利アし、シ、徳特以下数百人を撃ち取った。しかし、死傷者を多く出し危機的状況に陥っていたため、数の上で、圧倒的に不利な川上忠実の軍勢は、命、 朝鮮連合軍の囲みを突破して、四川古城を放棄し、四川新城への撤退を目指した。包囲を突破する際、忠実は三十六の矢を受け重傷を負い、百五十人余りが戦死したが、四川新城へ撤退することに成功した。四川古城の気球に対して、四川新城の吉弘は、この忠常の援軍を派遣すべきだとする信言を、 島津軍の兵力が少数であることを理由に退け、四川新城防備に徹した。また忠実は、瀬戸口茂春に命じて、敵の食料庫を焼き打ちさせ、これに成功した。大兵力の連合軍は、食料が不足していたが、食料庫を焼かれたことで、さらに窮地に陥り、短期決戦を余儀なくされた。民軍は、接収した四川古城において、軍議を行い、 10月1日をもって、四川新城の総攻撃を行うことに決した。四川新城の天守大義弘は、四川新城を背に強固な陣を張り、副兵を配置した。連合軍の攻撃に対し、義弘は大量の鉄砲を使用したり、地雷を埋めるなどして対抗した。また、鉄片や鉄釘ぎを砲弾の代わりに装填した大砲も使用した。名称化や国旗、よく見え、 方針印縁などは、四川新城の大手に、各三兵、指導率、氏目分、乱カ類などが左右に備え、東和元が中軍として四川新城に攻め寄せた。牢城戦で立ち向かった、島津軍は敵軍を集中射撃してしのぎ、午後まで熾烈な接戦が繰り広げられた。戦闘が続く中、民軍の火薬庫に引火し、爆発。 火薬の煙が視野を遮ったことで、明、朝鮮連合軍は、混乱に陥った。檻から白と赤の二匹の狐が城中より、民軍陣営の方へ走っていった。これを見た、島津軍は、稲荷大明神の勝ち戦の傷いを示すものとして、大いに士気が高まったという。この木に乗じて、島津軍は城門を開き撃って出た。吉弘は副兵を出動させて、 敵の隊列を寸断して混乱させ、吉弘本体も攻勢に転じた。吉弘自ら4人斬り、忠常も槍を受け負傷するも7人斬るなどして、奮戦した。混乱した、連合軍は疲労していたことも手伝って、壊滅的被害を受けた。島津軍は南への右岸まで追撃を行い、混乱し、改装する連合軍は南へにおいて、無数の敵死者を出した。10月1日夜、 島津軍は、四川の平原において、勝ち時式を挙行し、戦闘は幕を閉じた。その後、集結して撤退できた、連合軍の兵力は一万ほどであったという。この戦いにより、義弘は、鬼しつることを恐れられ、その武名は朝鮮だけでなく、民国まで響き渡った。朝鮮王朝実力には、三祖寺の戦いにおいて、明、朝鮮軍は、すべての攻撃で敗退し、 これにより、三祖寺に分かれた、明、朝鮮軍は溶けるように共についえ、人心は、恐怖となり、逃避の準備をしたと記述されている。絵本大公記では、四川古城を守備していたのは、伊勢兵部将油さ政まさとなっている。また、四川新城は新西城となっている。また、鬼、島津ではなく、小和路市の島津となっている。民軍の兵力は四万余り。 島津軍の兵力は、吉弘の五千余、忠次の千余、伊勢兵部将有、貞政の三百余、合わせて六千三百余である。討ち取った、秋人の首は三万余とある。老城側の島津軍はその戦力差のため、長期戦になれば不利になる恐れがあった。一方、包囲側の民軍も最低でも、数万以上と推測される大軍を、 長期間展開するだけの食料はなかった上に、島津軍の奇襲によって食料庫を消失している。その結果、双方とも短期決戦を選ぶほかなかったと推測される。心理面においては、明、朝鮮軍が連合軍であるために指揮統制が難しく、一度不足の事態によって混乱すると収集が難しかったと思われる。 そして敵軍がわずか7000と圧倒的に劣勢だったため勝利を楽観視していたのではないかと思われる。これらの要因は連合軍の弱点となったと言える。一方の島津軍はこの戦いに敗れれば日本軍の連携が崩壊し多くの味方が逃げ場を失うことを強く認識していたものと思われる。また、島津の伝統的な釣りやせの戦術で劣勢を覆した経験が 幾度もあったことで、全軍の意思も統一されていたと考えられる。さらに味方の援軍を断って、島津家の兵だけで戦ったことにより、少数ながらも、軍としてのまとまりが非常にあったものと思われる。上記の要因が複合し、島津軍の奇襲作戦や伏兵などが成功して、連合軍が混乱しが返したため、貨兵の島津軍が勝利し得たと推測できる。また、 島津軍が大量の鉄砲を防御に使用し、効果を上げたことも大きな要因である。市戦で民の中地軍が受けた敗北は、西地軍と東地軍も構成を断念する契機となった。本来、明、朝鮮連合軍の目標は水陸にわたって始祖地軍を一斉に前進させ、順天、市戦ウルサンの日本軍を確保撃破することだったが、 中寺軍の敗退により相互協力が不可能になった。結局、水軍を除く三蘇寺軍はすべて退却するに至り、これは四蘇寺平新作の構想そのものが失敗に終わったことを意味した。四川の戦いに先立つ8月18日、すでに対抗豊臣秀吉は死去していたが、秀吉のその死は秘匿されており、その後、10月15日付で、日本軍に撤退命令が下る。 島津家が、この、四川の戦いで民軍を撃退して、味方の組織的な撤退を可能にしたこと、また直後の老量海戦で小生軍の脱出を可能にしたという功績は後大老たちから高く評価されており、島津家は文属、慶長の役に参加した、諸大名で唯一の家像に預かった。反面に予想外の大敗で衝撃を受けた民軍は、指揮官を厳重に問責した。 東和元は、職級が三等級降格され、各三兵と罰し目分は敵前逃亡したとして残刑に処した。四川戦役以降、戦意を喪失した民軍は、交戦を回避するような態度を示し、秀吉の死によって撤退し始めた日本軍の意向と相まって、講和交渉が公然と行われるようになった。帰国後の慶長4年6月に、吉弘、 ただつね親子の連名で、高野山に混流した、慶長の役の供養費には、南原の戦いの戦果について、慶長2年8月15日午前ら同、南原兵大民国軍兵数千騎被打ち穂のうち、いたるとお手前420人罰か、筆と触れた後、四川の戦いの戦果として、同10月昨日を継承同士州兵大民人8万、余兵撃防筆とある。一方、 味方の被害として、魚たびたび、戦場味方施卒東急戦闘場非打ち者3000、余人会の押し病死のやからぐなんきたしかとある。現在でも宮崎県小林市には、この視線での戦勝を記念して、和太鼓踊りという舞踊が今に伝えられている。ありがとうございます。